アルコロン州は、パラオ共和国のバベルダオブ島北端にある州の一つ。ここより北にある州は、カヤンゲル州のみである。現地の発音がガラロンに近いため、パラオ現地の日系ツアー会社などではこちらを採用する例が多い。アルコロンは重要な史跡があり、発掘調査が行われている。バドルルアウ遺跡バベルダオブ島最北端に位置し、ガラルド州に隣接する。ここには、 バドルルアウ遺跡という古代遺跡があり、巨石柱が辺り一帯に点在している。この巨石柱の中で人の顔のように彫られているものは、ストーンフェイスと呼ばれている。他にも、コンデーの石棺など多くの遺跡が残されている。人口は361人で、州都はメンガロングである。面積はわずか10平方キロメートルほどで、パラオの州の中で3番目に小さい。メンガロングと、 アリーには州の人口が集中している。教育省が公立学校を運営している。アルコロン小学校は1947年に設立され、1953年にイェバング集落の場からメンガロングの現在の場所に移動した。現在の建物は1964年に建てられたものである。ガラルド州のガラルド小学校は、 アルコロン小学校から分離したものである。コロールにあるパラオ高等学校はこの国唯一の高校なので、アルコロンの子供たちも通学している。ありがとうございます。